アドルフ・フォン・ヘンゼルとアドルフ・フォン・ヘンゼルとは、ドイツロマン派音楽の作曲家、ピアニスト、バイエルン王国、シュバーバッフ派出身。ロシア帝国に渡って、今日まで続く、ロシアピアノ学派の基礎を築いた。3歳でバイオリンを、5歳でピアノを始める。バイエルン国王ルートビヒ一世より、経済的支援を受け、バイマルで数ヶ月間、ヨハンネ・ネポムクフ・フンメルに指示した後、 1832年にウィーンに行って音楽理論家ジーモン・ゼヒターに作曲を指示、その傍らで演奏会ピアニストとしても大成功を収める。1837年にブレスラウに定住してロザリエ・フォーゲルと結婚するが、翌年にはサンクトペテルブルクに移住、ロシア宮廷ピアニストとなり、音楽教師としても活動を開始。 1852年と1867年に二度イングランドを訪れたが、1867年には演奏活動を行わなかった。一時キアントン・ルビンシテインの下でサンクト・ペテルブルク音楽院の副院長を務めたこともあった。1876年に貴族に列せられた。夏ごとにドイツに帰省してはいたものの、ペテルブルクがヘンゼルとの実質的な拠点であった。 バルムブルンに滞在中に心臓病のために多解している。ヘンゼルとの演奏の特徴はフランツリストの響きの豊かさと旧詩、フンメルの滑らかさを兼ね備えていた点にある。その演奏は市場に満ち、カンタービレ双方では並び立つものがいなかった。これにはリストでさえビロードの手のひらと呼んで羨んだ。完成された演奏技巧から音域の広い和音をつかむことも得意だった。 次世代のロシア人ピアニストに対してヘンゼルトの影響力は濃厚であった。ジョン・フィールドから芽生えたロシアピアノ学派はヘンゼルトの演奏と指導によって発展を見たのである。セルゲイラ・フマニノフはヘンゼルトを非常に高く評価しており自分に対して最も影響力のあるピアニストであるとみなしていた。カール・マリア・フォン・ウェーバーやフレデリック・ショパンの作品の卓越した 演奏家であった。自作のピアノ競争曲へ、単調作品16は、かつてはヨーロッパで頻繁に演奏された。数多くの練習曲のうち、12の演奏会用、性格的練習曲作品2の第6番、もしも私が取りならば、SIO 和を JA では、非常に有名である。30代のうちに作曲活動を止めているが、理由は、はっきりしない。 パラノイアスレスレの舞台負けのために33歳までに演奏会から引退している。彼の作品には多くのピアノ独奏曲の他に2つの競争作品、チェロとピアノのための二重奏曲作品14、ピアノ三重奏曲作品24、ピアノ四テレンダンのためのカノン、四世紀の男性合唱のためのデアズンバウ、四世紀の男性合唱のための 朝の歌作品39、歌曲、遠い国などがある。インターナショナルヘンザルトソサエティ、ピティナピアノ曲辞典。ありがとうございます。